皆さんこんばんは、佐藤隆一です。新おうちドラゴン第8話目、レガシーオブラブというアルバムの中から、1曲ずつやってるんですけど、今日は、帰らざる川という歌を歌います。もし俺が死んだらあいつは泣くのだろうか。いいやつだったなんて酒を交わすのだろうか。もし俺が死んだらあいつは笑うのだろうか。バカなやつだったと花を飾るのだろうか。一日生きれば一日は戻らない日々となる。生きる端から思い出は帰らざる川となる。もし君が死んだら俺は泣くのだろうか。うまく思い出にできるのだろうか。もし君が死んだら愛はどこに行くの。心に開いた空を風が吹くのだろうか。一日生きれば一日は戻らない日々となる。水面に映ろう夢を映し走り去る川となる。少年が君の中の少女と出会う午後の海は眩しくざわめいて、ずっと君を待っていた、ずっとずっと待ってたよ。何度も生まれ変わりやっと出会えたのさ。千年の夜を越え100万年夢を見て、木々を濡らす雨と化粧濡れの犬が出会う。出会いの奇跡なけりゃ世界に意味はない。あの花もあの雲もきっと誰かの夢の足跡。人はいつか死んでどこに行くのだろうか。暗闇くぐり抜ければ光があるのだろうか。人はなぜに生まれ愛し合うのだろうか。永遠のその果てに何を見るのだろうか。一日生きれば一日は戻らない日々となる。夕日を映してきらめいて帰らざる川となる。
もありがとうございます。帰らざる川という歌でした。これはまあ昔一緒にバンドやってた、友達が亡くなった時にその葬式に行って、人々の反応を見てですね、まあ葬式の時はみんな、個人の思い出を語りながらお酒飲んで、まあ久しぶりの再会を祝ってっていう感じもありますけれども、もう何度も知り合いの葬式に出ました。もう、先輩も、同世代の人もね、亡くなってく人結構多いんですけれども、まあ生きてる自分としては悔いのないようにですね、お迎えが来るまで、生きていきたいという思いで、生きています。じゃあ、今日はまあそういうこの辺でお開きにします。また明日お会いしましょう。佐藤律でした。